こんばんは、たびくまです。私は今ドイツハンブルク空港に到着しました。今回の動画は2021年11月ヨーロッパ渡航第2弾としてハンブルク半日滞在記をお届けします。ハンブルクに来たばかりですが、次の目的地パリへ行くまでの短い時間ですが、ハンブルク市街を簡単に回ってきました。その時シェア電動スクーターを使っていましたので、その使い方にも触れています。動画の後半はハンブルク空港のチェックインとパリまでのフライトも今回の動画で収録しました。滞在機と搭乗機の2本立てとなっています。皆様ぜひ最後までご覧ください。それではまず空港からこの日泊まるホテルまで鉄道で移動します。空港の地下に直結しているので市内へ行くにはこれが一番便利だと思います。ハンブルク空港から市外まで S バーンと呼ばれる路線で 1.8 ユーロでした。クレジットカードも使えます。時間は30分ぐらい。夜だけあって列車はガラガラでちょっと怖いくらいでした。ホテルの最寄りのベルリナトア駅に到着。夜の11時を回っていますが、スタンドなどはまだやっています。ちなみに終電は0時台だそうです。本日の宿はマリオット系列のモクシーハンブルグシティです。ハンブルグのモクシーですね。ハンブルグシティモクシーに到着しました。お部屋はこんな感じでシンプルです。こちらがシャワーブースとトイレになっています。お部屋全体はこんな感じです。すごくシンプルですね。テレビと、あとやっぱりモクシーは冷蔵庫はないみたいですね。はい、目視こんな感じです。とりあえず、日本から来て今日本時間はもう朝の6時を回ってる感じですね。こっちは夜の11時ですけれども、さすがにもうちょっと眠いんで今日は寝たいと思います。それではどうもありがとうございました。はい、おはようございます。ホテルで朝食をいただきます。ビュッフェ形式でパンとソーセージが充実していますが、野菜は少なめです。プラチナ以上でもモクシーは朝食はつきません。今回は料金は15ユーロでした。はい、ではちょっと外に出て市街地中心まで行ってみたいと思います。その時に使ったのが電動キックボード、ライムというアプリで街中に置いてあるキックボードと自転車が使えます。ライムは確かアメリカで生まれたサービスで、ヨーロッパの都市でもよく見かけるようになってきたので、今回初めて使ってみようと思います。詳しい登録方法などはまた後ほど説明します。まず早速アプリの地図で置いてある場所を確認して、実際のキックボードを確認したらアプリのカメラと QR コードでロックを解除。これだけで乗れるようになります。乗り方も簡単で、2、3歩行き合いをつけたら右のハンドルの付け根にあるアクセルで速度調整。ブレーキはハンドル両側にあります。基本的に歩道内の色がついている自転車走行帯を走るようです。道の人が多いようなところでは降りて足を押した方が良さそう。海外で事故を起こしたりすると面倒なので慎重に走りましょう。とはいえ列車とバスを乗り継がないといけないようなところや、駅からちょっと離れてる場所へ行くには本当に便利。料金はまた後ほど。はい、ハンブルグの倉庫街へやってきました。この運河と倉庫街は世界遺産にも登録されています。近代的な建物が多いハンブルグの中でも重厚な赤レンガ造りが特徴的です。この倉庫街の中には世界最大級のジオラマのテーマパーク、ミニチュアワンダーランドもあります。今回は夜時間がありませんが、前回行った時の動画がありますので、そちらもぜひ見てみてください。しかしこの電動キックボード、アスファルトの上はいいのですが、こういったヨーロッパでよく見る石畳の上は振動がすごすぎてちょっと辛いです。石畳の上は残念ながら押して歩いた方が良さそうです。ハンブルクではこういった尖った塔の教会も多いです。この辺で電動キックボードを乗り捨てて歩きで回ってみたいと思います。
ショッピングモールが見えてきたのでちょっと中に入っています。土曜の朝だったためかまだ開いていないお店も多かったです。ハンブルク市街北側の内アルスター湖まで来てみました。この周りを歩いたりサイクリングしたりすると気持ちよさそうです。しかし小雨も降ってきて寒くなってきたのでそろそろホテルへ戻りたいと思います。帰りも電動キックボードで帰ります。スマホのアプリを立ち上げると近くの乗車可能なキックボードが見つかります。はい、電動キックスケーターの、ライム、これをちょっと使っています。アプリで開いてもうスキャンする。でカメラが立ち上がるので QR コードを読み取ります。でこれで使えるようになりました。右手のこれがアクセル、勢いつけてからという感じ。はい、ここでライムのアプリについて少々。海外のアプリですが基本的に使い方は簡単。スマホの SMS 認証があるので海外で使う予定があるときは SMS を受信できるようにしておくか、日本で先にインストールと設定だけやってしまっておくと便利です。決済もクレジットカード決済なのでこれもあらかじめ登録しておきます。アプリインストールの時の指示に通りに進めていけば問題ないはずです。紹介コードもあるので概要欄にリンクとコードを貼っておきます。またアプリストアで LIME ライムと入力しても出てきます。さて目的地について終了するときは安全な場所でかつアプリに表示されている赤い乗り捨て禁止エリア以外でエンドのボタンをタップ。するとまたカメラが立ち上がるのでキックボードの全体が映るように写真を撮ります。そうすると自動で今まで走ってきたルートと時間、料金が表示されて終了となります。それではホテルをチェックアウトして空港へ向かいます。空港まではまた S バーン列車で向かいます。までは1本で行けるはずだったのですが1つ先の駅で降ろされてしまい途中をバスで移動しました。列車のトラブルか原因は分かりませんでしたがバスの代行運転で空港の1つ手前の駅までバスを移動しまた乗り換えます。電車で来たんですけれども途中ちょっと止まったみたいで原因わかんないんですけど止まって降ろされて今バスで途中駅まで来ました。また電車で空港を向かいます。はい、ハンブルク空港駅に到着しました。これからターミナル1の方に行きます。チェックに向かいます。14時45分のパリ行き、エールフランスの1711便、ターミナル1、ここの、3か6のゲートでチェックインですね。はい、チェックイン終わりました。比較的空いてて良かったですね。じゃあこれから本検査受けてそれで制限エリアに入ってみたいと思います。ラウンジがやってたらちょっと寄ってきたいなと思ってます。はい、本検査は通過しました。中は
こんな感じ免税店とか結構全部やってますよね。結構にぎやかです。じゃあちょっとラウンジの方に行ってみたいと思います。ラウンジはプライオリティパスで入れました。ドイツだけあってビールは4種類、ちゃんとソーセージもありました。ゲートは C の7番。チェックイン時にワクチンパスポートを見せているので、ここではボーディングパスのチェックだけでした。Thank you. はい、じゃあこれからですね、ハンブルクからパリに行き、エルフランスですね、これで向かいたいと思います。これから登場です。シートはエコノミーで25番の窓側です。ビジネスに比べ気持ち狭いように感じました。シートの前後ピッチは拳が約1個分、日本の国内線よりも狭い感じです。シートの肘掛けには USB チャージャーが付いてました。搭乗率はかなり高め、多分満席に近かったと思います。Les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses ainsi que les instructions de l'équipage. TNC, préparez-vous pour le décollage. はい、ハンブルグからパリ・シャルル・ゴール空港に到着しました。今日はこのままパリで滞在しますので、このまま、市内中心部のホテルへ向かいたいと思います。荷物取ってこれから、バスに乗りたいと思いますので、このバスの看板に沿って行きます。パリ市街まではロアシーバスという途中止まらないバスを利用します。料金は 13.7 ユーロ、多分列車の方が安いのですが、なぜバスを利用したかというと治安の問題です。
まずそもそも空港から市外へ向かう近郊列車が治安がいまいち良くないということ、それともし急ぎなど盗難に遭ってしまった場合、犯人が途中駅で降りて逃げてしまうことが考えられます。そのため途中で止まらないバスを今回利用しようと考えました。ヨーロッパも最近は旅行者もとても増えて、それに合わせて旅行者相手の犯罪も増えてきているといいます。ましてやこの時期にヨーロッパでアジア人が移動しているとそれだけで目立ってしまうので、自己防衛の意味でも防犯対策はやるに越したことがないと思います。バスに乗車しました。このバスは約20分間隔で運行しているので、その点でも便利です。空港からパリ市街のオペラまで約1時間で到着します。はい、今回の動画はこの辺りで失礼いたします。次回はパリ市内の街歩きをお届けしたいと思います。皆さんもぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画に対するコメント、高評価いただけると大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。